ようございます。ロックタクシーです。本日もよろしくお願いします。インスタを始めてみました。インスタね、よくインスタ映えとかいう言葉がある中で、インスタちょっとやってみようかな、ね、ちょっとね時間があったものでやってみようかなと思ってね、発信する情報もこれといってないですから、今までの美味しいお店の情報、ラーメン屋さんとか定食屋さん、ランチの美味しいお店の情報を情報発信した順番通りに写真で情報発信してみようと思って情報発信してみました。インスタの場合は最大10枚までなんですね。そのお店、料理、そして地図、まあそれだけ分かればいいんじゃないのかな的なね情報をインスタに上げてみました。興味のある方はぜひ見てください。ロックタクシーで検索すると見れるようになっております。そういう料理の情報を発信していると、あなたにはこういう情報必要じゃないですか、そのインスタの方からあなたに必要な情報みたいな感じで、なんかねラーメンの情報とかいろいろなお店の情報とか料理の情報とかいろいろな情報がね、来るんですよ。これね AI すごいところ。そしてね、まあ、これどういう情報見れるのかなとか思って、今度はね僕いろいろないい、いいケツの情報をね、片っ端から見て、そしてその、いいケツもいろいろな種類のいいケツがあるじゃないですか。そして僕好みのいいケツの情報をやっぱりゲットしたいので、キーワードでね、競輪女子、女子競輪と女子競輪の人のケツなんてもうすごいから、そしたら あなたに必要な情報はこれなんです、もうね。そしてまたしばらく経ってインスタをねこう開いてみたら、今度はそのねラーメンとかそういう情報はもう一切なし、こう AI のその学習能力がすごい、もう競輪女子のいいケツの写真ばかりがもうずらずらずらっと僕のそのインスタにずらずらずら、なんじゃこれ、この AI のその学習能力すごいね。もう競輪女子だから、もう片っ端からそのね競輪女子のいいケツにはもう全部もうハートマークにして、もうピコンピコン、ハート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 、もう全部ハートマーク、その中からねお気に入りの競輪女子はフォローとかしてみたりとかしてね、フォロー、どうでしょうか。ですから今僕のインスタを開くとそういうね、そしたらねまたねいろいろなキーワードを今度は入れてみたくなるじゃない。そしたらねやっぱりいいケツのその情報発信してると、そのねエロマッチョボデーの女子のそういういいケツとかがまたどんどん出てくるようになって、でそのエロマッチョボデーのそのいいケツをまたハートマークをピコン、いいねいいねみたいな感じでねつけると、またしばらくまた違う作業をやってね、また違うことやって、またインスタを
開いてみると今度またエロマッチョのケツばかりもずら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 、そのエロマッチョのケツにもまたいいねいいねいいね、そしたらそのエロマッチョのボディにケツボディに紛れてそのね男の人のねマッチョ、いやそれ違うからって、それ違うから、それねそのね流れでねいいねとかもやっちゃったら大変なことになっちゃうから、だからそれはもう丁重にスルーさせていただいて、それでまたキーワードでねそのエロマッチョ筋肉ボディいいケツ、まあいろいろなキーワードね入れて、そしたらねやっぱり僕的にはやっぱりなんていうのかな、まあエロマッチョもいいんだけどやっぱり熟女が見たいじゃない、熟女が、そしたらまた熟女キーワードでね入れるとまた熟女がねまたねしばらく閉じてしばらく、まあ、熟女がもうね本当にねこのねなんていうのかな、このねインスタの学習能力はまたすごいね、もう本当、うん、それでねまあそういう情報を発信して、全部大体料理の写真なんですけども、ロックタクシーなだけにロックタクシーどういう人が乗ってますよっていうのをやっぱり紹介しなければならないのかなとか思ってね、まあプロフィール写真とあとは1枚ね僕の That's alright この写真を載せてみました。インスタに興味がある方、インスタをやっているという方はぜひロックタクシーの方で探して、こちらね YouTube 同様、そのインスタだけはやっているよ、 YouTube 動画配信はしてないけどインスタで情報写真配信しているよっていう人がもしもねいらっしゃったら、そっちの方で写真ぜひ僕にね見せてくれたら嬉しいな。いっぱい片っ端からね今ね見てますからね、そのねいい足黒パンスト写真とかね、黒パンスト画像とかね、なんかねあのね黒いパンストで足を組んでる写真とかね、そういうのがねこうそのねおすすめのそのなんかね写真みたいなのでねあったらもうねすぐもハートマークピコピコピコンピコンね、もうさインスタの世界で僕に教えてくれる情報はそういう情報だけでいいですよみたいなさ、もうそういうのにインスタの世界は埋もれたいじゃん、埋もれたいよ、だからまあ集約をするのであれば女子競輪選手ぐらいなダイナマイトな下半身で、で黒いパンストを履いていて、そしてさらに黒いパンストのつま先の方をこっちにちょいと向けているというようなね、そういう写真があったらもう間違いなく僕はハートマークにタッチ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 、どうでしょうか。もし僕にね、私の写真ハートマークでタッチさせる自信があるわよっていう方がねいらっしゃいましたら、ぜひインスタの方でそういう写真をあなたのインスタに載せてみてください。
タッチさせることができますか？タッチさせられますか？ That's all right!